兄貴ってのがどうして一番最初に生まれてくるか知ってんのか。後から生まれてくる妹や弟を守るためだろうが、てめえが俺より強かったら俺が諦めると思ってんのか。助けに来たぜルキア。そんな技ウルキューラの報告には入ってなかったぜ。これでようやく殺しがいができてくるってもんだぜ。断るぜ。今日は偉く喋るじゃねえか、ウルキオラ。スズムシ追跡、エンマコオロギ。これが私の挽回。この空間すべてが私の挽回だ。戦いですよ。負けたら死ぬんす。死なないことに死ぬほど準備するなんてみんなやってることでしょ。挽回、観音開き、紅姫改め。あんた今どうやってセロを撃った？セロ、メトラジェッタ。ただのセロでもこういう風に撃てばあんたにも効くんじゃないか。お前は殺したくはなかったんだから、挽回。そうだな。だがもう一つ忘れてるぜ。オローの力も混ざってんだ。イチゴ！僕は死神となり合うつもりはない。霊視を吸収して武器に変えるのは何も君の先輩特許じゃない。クインシーの方が上だ。その妙な形の刃で一体何を切るのかと聞いたね。戦士が命乞いをするものじゃないよ。故にわびすけ。下せねえな。今のお前の力はどう甘く見積もっても五石ってところだ。風死に。俺はこいつの形が気に入らねえんだよ。見ろよ、命を刈り取る形をしてんだろ。こらあかん。門番は門開けるためにいてんのとちゃうやろ。負けた門番は門なんか開けへんよ。イコロセ真相。いつからこの動画が声真似動画じゃないと錯覚していた。安心しろ、ちゃんと声真似動画だ。何？似てない声真似をやる私を別除するだと？わからんやつめ。ならば軌道で微塵に押しつぶすだけだ。にじみ出す混濁の紋章、不尊なる狂気の器、湧き上がり否定し、しびれ瞬き、眠りを妨げる破壊する鉄の王女、絶えず自戒する泥の人形を結合せよ、反発せよ。地に満ち己の無力を知れ、波動の90黒漆喰。